吉岡里帆です。今日は友達を紹介してもいいですか？はい、スピルリナのリナピです。なんとカリフォルニア生まれ。リナピは高タンパクで栄養抜群、少ないエネルギーで育てられるから食料問題だって解決しちゃうかも。リナピは超緑なのに綺麗な青い食べられる色素にもなっちゃうんです。光合成で CO2 を吸収してくれる自然が生んだすごい子なんです。だから私科学が好き。 DI 塩区リホでした。